瀬天和です。今日も一日お疲れ様でした。今日の錦町は昼まで雨が降って、あとは小康状態になってます。今は曇り空です。朝の太郎ちゃんです。今日は雨降ってますからね、水槽外に置いてますからちょっと暗いです。暗いけどね、皆さんに挨拶を、ね、一言、ね、はい、皆さん、おはようございます。行きなさい、すごい、挨拶しなさい、挨拶、ね、おはようございます、ちょっと暗いけどねって、暗いですよ、暗いけど、あ、見て、挨拶して、はい、はい、はい、リコリコリコ、はい、来なさい、来なさい、はい、来なさい、来なさい、来なさい、はい、挨拶してごらん、挨拶しなさい、暗いです。進んで明かりをつけましょう。トントントン、チャラララランチンチャン、昔ありましたね。前に置いて、皆さんに挨拶しましょう。暗いけどね、見てください。皆さん今日も一日頑張っていってらっしゃい、ね、暗いけど進んで明かりをつけましょうって言います、ね、タロちゃんです、ね、今日は外が暗いんですよ、ね、今日は外が暗いです、ね、よし、はい、行きなさい、行きなさい、はい、ありがとう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 、もう一回サービスする、ね、タロちゃん、もう一回サービスよ、はい、もう一回サービス、はい、行きなさい、行きなさい、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、大サービスですよ、皆さん、ね、もういいか、もういいね、皆さん頑張ってねって言うんです、ね、アンコール、リクちゃんがもう一生懸命泳いでるからね、またね、またサービスか、ね、見てくださいってね、傷も治ったよ、タラちゃん。僕も傷もね、自分で治すんやね。自分で治す力があるんやね。
目で控えておいてね、前に来て、前に来て、はい、はい、うん、見てください、ね、ヘルちゃんです、ね、ヘルちゃんです、勝手に名前つけられてます、ね、ちょっとどんなかわからないのにね。よしよしよし。眠たくてね。いいね。いいね。いいね。もとよちよち。よしよし。何て言うの？何て言うの？17か18か、17か18か、ちょっとど忘れしましたね。まだカレンダー見て、人吉市の胸側、太郎ちゃんが暗くて見えなかったから胸側でも見てください。普段の胸側はこんなもんです。雨が降ってます。明日まで雨。人吉市街地方向です。水が出ると石でも何でも流れていきますからね。倒れてます。雷も鳴ってます。終わります。7月17日、先ほど胸側を映すとき18日って言いましたけどね、7月の17日です。8時31分、気温は21度、天気は雨、明日まで雨です。267号線、人吉市街地方向、小口町町から移動します。
野の地区移動しています。頑張っていくぞ、うちゃん。219号線へと入ります。左折八代、右折宮崎鹿児島。岩作り町移動しています。
町牟田の春地区です。市丸地区、信号から先は久保宇野地区です。ねえ、ゆうちゃんね。
湯の前方向、この先橋を渡ります。小佐部川、そして秀の口地区へと変わります。左手松里、変だね。うん、そうね。ここから内角を切ります。
地区です。役場前です。
指定手法。西井出の口地区に移動しています。小佐部川、そして久保部の地区へと変わります。
市東相田地区です。267号線、指定市街地方向、再度錦町へと移動していきます。
寒いけんね。219号左折八代右折が宮崎鹿児島。一回錦見行くぞ。ないよ。うん。はい、ありがとう。
うん、そうね、よかったね。
下原地区移動してます。地区へと入りました。地区へと入ります。
地区へと入ります。平地区へと入ります。
瀬那須川渡って福島地区へと入ります。地区へと入ります。観音さん、相良33軒堂のうちの31番札所。
正面は一部平岩地区。平岩地区です。平岩地区から移動します。気温は23度。お昼ぐらいから昇降状態です。国道219号左折湯の前、右折が指定し八代方向
右手下原地区、左手は中ヶ原地区です。小学校、桐原の地区です。
の前方向。外はちょっと暗いですね。雨雲で。ある地区へと入っています。
平岩地区です。斜め前方浜川地区、右折しますと錦大橋、左折は国道が左折して一部平岩地区へと入ります。
219号です。下原地区、左手は中学校、そして一部小学校。そしてこの先、熊工業団地、大手企業2社あります。狩政地区へと入っていきます。狩政地区から移動します。
島原地区。
指定市方向下丸地区です。右手は、錦町西久保地区です。信号無視。西内川道地区です。沢田電話
地区へと入ります。岩作り町移動しています。
7号線鹿児島伊佐市方向、太郎ちゃん帰ってきたよ。はい、帰ってきたよ。はい、おいで。こっちおいで。太郎ちゃんおいで。太郎ちゃんおいで。こっち来なさい。はい、おいで。おいで。太郎ちゃんおいで。太郎ちゃんおいで。はい、ほんで。はい、来なさい。こっちおいで。太郎ちゃんおいで。太郎ちゃんおいで。皆さん挨拶しなさい。ちびちゃんらが遊んでます。来なさい。おいで。はい、来んな。はい、おいで。おいで。ただいま。リコね。来てくれた。ね、来てくれた。はい、おかえり。天さん。皆さん、お疲れ様でした。私がタロちゃんです。タロちゃんです。もうちょっと前に来てごらん。前に来てごらん。前に来て、よしよしよ。あちゃ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 ね、タロちゃん、タロちゃん、あちゃ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 、あちゃ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 、もうちょっとよ、前に来てごらん、前に来なさい、ね、あちゃちゃ、あちゃ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 、あちゃ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 。
そうそうそう、見てくれればいいけど ね、上見てごらん、嬉しい時は上向くんでしょって。ああ、ちょ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 、リコ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 ちゃん、リコちゃん、リコちゃんです。ねえ、タラちゃん、横が傷が2、3日前あったけど、もう治ったね。当たったね。当たったね。自分で治すんよね。傷があっても、僕は治ってましたって言うんですよ。ね。ねりこねりこね、えりこねりこねりこね、えりこちゃんでーす。タラちゃん、えりこでーす。なんか言ったことありますね。いつも見てくれてありがとうございます。しばらくせ、きついね。よいしょって、背伸びしてる。もうちょっと前に、前に置いて。前に置いて。ここに置いて。ここに置いて。ここに。ね。あ、リカちゃん、リカちゃん。あ、リカ、リカ、リカ。あ、リカちゃん、リカちゃん。なんか言いたそうやね、あんたはね。何言いたかったの？今日は温度が26度やったね。29度まで上げたからね。ちょっと水入れたからね。ね。お利口ちゃんよね。お利口ね、お利口ね、お利口ね。お利口ちゃんでーす。ね、朝4時半ぐらいによしよししてもらいますって言いますからね。朝の4時半によし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 、朝はようパッとくるんですよね。ね、ちょ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 、もうちょっと前に置いて、きついよ、ね、前にこうここに置いて、ここにここに置いて、ね、ちょちょちょ、オッケー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 。ああ、リカね、リカね。ね。あ、きつい。きついよ。ゴロちゃん、ゴロちゃんに上がった。タロちゃん、ゴロちゃん。ね。勝手にタロちゃんとつけてて、変な名前言うね、たまにね。ね。ウリコね、じっとしてくれてる？ね。じゃ、もうちょっと前に置いて、前に置いて。前に来て、はい。皆さんにご挨拶申し上げなさい。ハルちゃんですよ。ハルちゃんですよ。ウリコちゃんですよ。ね。ウリコちゃんなんですよ。ウリコ、あ、治ったよね。綺麗に治った。よかったね。タラちゃんね、綺麗に治ったぞ。ウロコが取れるかなと思ったけど、よかったですね。はい、とりあえずよし、終わりましょうかね。タラちゃんがちょっと長い間おってくれたですね。シビちゃんらも元気そうに泳いでます。じゃあ終わるね。